エアスカウトは1911年に発足した国際的なスカウト運動の一部であり飛行予備飛行機に関する活動に特化したもの。ボーイースカウトなどの行う通常のスカウト運動と同じ基本的プログラムに従うが一定の時間を飛行活動に集中して用いる。また他のスカウトとはわずかに異なるユニフォームを用いることが多い。この呼び名はまた アメリカ陸軍やアメリカ海兵隊の戦闘部隊員がアメリカ空軍を野遊的に呼ぶ場合に用いられる。ベーデン・フレッチャー・スミス・ベーデン・パウエルが飛行及び飛行機に関する活動をスカウト運動に持ち込んだ最初の人物である。1933年の第4回世界ジャンボリーはエアスカウトが公認された最初の国際大会となった。8月9日、ベーデン・パウエルは パルテレッキとラースローアルマシーと共にエアスカウトたちを訪ねた。ドクター・クビセック・ヤーノシュ、A、サハラ・ブーバリ・タベン・アズ・アンゴル・ビテグ・イガス、到底ニート・アルマシー・ラースロー・ヒテレス・アレトラジザ、パンダマ、1999、ブダペスト、ハンガリー。ありがとうございます。